はい、先生。はい、先生、ゆっくり。昨日から入れてるのとさ、入れてないのと、そう、資料付きだね。あの、言ってんだよ、さ。昨日はカラフルやね。だけ。はい。ね、ちょっと待ちしながら、しすぎたら。いい。保険からなら、ちょっと、まあいいや。そう。よし、と。し。はい。ご。はい。え、今度は上段。いいですね、はい、上段は特にね、下の方を教えるときにもうちょっと脇変えたらもう全然いかないので、はい、スピードが出るけどやっぱり脇締めながらこういう組み立てを見せてください。はい、さあ、それで左見たら、はい、そうかな、でそれで引き手の中にいつもこの正面から見たらもうその肘が見えないぐらいで全然取らない。いいね、はい、それから一本抜きて、そう、四、五、え、そのまま、まあ、そのままでいいですか、下突きでゆっくり、はい、一、はい、はい、これはね、停止、肘が体と離れた瞬間にもうピュッと持ち上げて締める。っていうのは、肘が離れすぎちゃったら、これはもう制限と同じになっちゃうから、いいですね、肘と離れた瞬間にピッチして、はい、指ばした、よし、いい、そう、し、もう、はい、ありがとう。ありがとう。最初と同じ。今、右でこうやってやつでね、はい、で、直っていったら、ここで、はい、合わせて、そして、水月まで持ってきてる。あなたはあれ修正できるんでしょ。え、できます。はい。どうしたらさ、じゃあすみません。もう一度制限とこの最初のポイント、その基本通りの一回もう一度やってください。制限とグラフィンとこの紙貢献までもう一度すみません。取れてるか取れてないかわかんないです。すみません。これはね、やっぱり一番。ここまできちっと持ち上げてもらう。それから棚のこの中心も合わせて。手の手のね、棚の方の中心を合わせて、いいですね、はい、はい、ムラーキーいいです、いいです、あ、そうなんです、はい、はい、はい、最初はい、最初はね、はい、変えたんですね、そうそう、はい、あ、そうかな、こちらの方に、こちらの方に、カニ、オーケン、はい、そのままそれで、それでオーケンになるんです、はい、それから開口拳がついてない。あ、開口拳こうですね。はい、はい、わかりました。はい、開口拳、結びがちょっと広めにして、いいですね、はい、中段ちょっと右手見やしない、中段で、はい、あれいいですか、はい、はい、そして今度は足、この時は、足はね、肩のところがね、そこで取るぐらい。これを低くして腕取ろうかな。じゃあもうちょい右へ寄っていただき、はい、ちょっとすみません。いいですか。はい。塩味、胸足、はい、中段、はい、それから、はい、足、これでいいですか、いつも持ってくる、はい、あと腹が落としていく、いいですか、はい、よし、はい、気持ちいい、いい、もう一度すみません、お願いします。今回はやるとそのはずなんですよね、はい、受けはこっちだろうし、突きはこっちだろうし、受
それは三振ですもん。そうですね。はい。人たちは要するに右足を動かして。すいません、もう一度よろしいですか。もうちょい、ちょい行きます。はい、OK です。なんかある？いや、だから、その理論としては、はい、攻撃の、はい、こっちが下から、はい、出てる方の足が、そうですね。だから、もうそれは別に交代じゃないのかな。だって必ずどこで終わるかって言ったら分かんないでしょ。ね、出てる方の足を入れて、はい、それから、もうちょっと考えたことになるけど、右足を敷いてって言ってるから、だから、例えばですよ、これね、宿出し45度、鼻落としてきて、うまいね、そしたらば、そしたら右足から出るの、ちょっとすみません、自分ちょっと下がって、左が前という、はい、お願いします。左から、いや、そうだけど、宿出しに向けてまっすぐの時になって、はい、隠れるの、まあ、どちらでもないですけどね、そこら辺は、移動する時にね、例えばね、はい、宿出しの45度線から、はい、はい、ええ、ブルクロだったね、最初。そうですよね。そうですね。だから、はい、払い落とし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 、指揮者なんかはその都度がいいけど、ただ、だらだらする